オートヘイブンレッカーズ、レッカーズヤードにて、最強パーク構成でいきます。アップデ前に、これ絶対最強になるでしょうって言ってたパーク3つ。悶絶の服、共鳴する苦痛と、不安を煽るものと、死人のスイッチ。これって、この辺かな？はいはい。封筒が開封された。封筒も開けた。封筒も開けたいけど、あなたがいました。そして、ボイルオーバーがめちゃくちゃ増えてるので、興奮をつけてきましたというところですね。ちょっとかけたいな。あ、やったって思ったね。いい出派でした。よし、しかし、初動結構早いね。いいね。んで、ボイルオーバー。お前突破やろ！おめえ突破だろ！しかし、私も興奮がついている。それぐらいじゃ落ちません。しかもこういったか。ん？あれ？ん？え、なんだ今の足跡。わかんねえ。気をつけて。レッカーズヤードな。まあいっか。小屋の大好きな2枚置きしとくか。罠の数増やして、砥石つけてきているので、アドオンも結構強いのをね、今回集んできてます。死人を閉じてるね。いいやん。今の罠置いてんのめちゃくちゃレオンに見られたな。これ。あ。これは、遅そう。デッドハード、倒す。お前ちょっと待ったな、今、突っ込んできて当たるように。この方向で蹴ります。そしたら、そんなに距離離せない。オッケーオッケー。んーで、これは普通に間に合うか。よし。んーで、回してる人がおるので。あー、ちょっとこれレオン置いたいな。いや、この板だけでも倒してもらって。オッケー。普通ダウンするわけにいかないし。早めの倒しにはなるっしょ。オッケー。ボイルオーバーがあるからって。遠くに逃げているな。いや、興奮があればきっと間に合う。いける、いける、いける。よし、興奮最高。スキルチェックもがきがあることによって、前よりもね、ワンテンポ早めに釣っとかないと、ギリギリで釣ると、まあね、あのもがきが9回ぐらいで、9回ちょっと先ぐらいまでね、前まで行けてんけどね。あえてのあっちだけ開き。どうすか？ダメ？かかりません？かかりませんって。見えてるか？これ。どう？はい。厳しいな。あー、うまい。今のは読まなあかんかったな。よしよし、この位置なら大丈夫じゃない？あかんか。いたからだいぶはみ出てたかなと思ったんやけど、食らう位置やったか。おい、飛ぶ。まあしゃあないね。んで、この人を、あー、またいた。ある。いや、でも間に合う。よしよし。で、悶絶で。あー、治るか！くそ！いやー、今の板食らわんかったら、あそこ治る前に悶絶できたな。残念。OK？ 死人のスイッチで、あそこ閉じた。ここを蹴っとく。からの。いいね。あれで、あそこ触れなくなんの。まあ、交代は止まっちゃうんやけど。OK。いや、これ。普通に両方開いといてよかったな。これもらおうか。二窓は普通に追います。フェイント、投げ。んで、この人を興奮で。この人はボイルないねんな。ボイルはフェンミンやな。オッケー。で、めっちゃ突破しようとしてたメグもある気がする。あ、今回ね、あのフックの距離離すやつ2個たかれてるんですよ多分。だからその2人が連携してくるんじゃないかなと思うんですよね。
ボイルで。なんかメグが突破やん。突破でボイルもついてるかも。あ、ちゃうわ。この人あれだ。忍び寄るもの。じゃあ、不安を煽るもの。もうパーク名わからなくなる。そうそう。旧マインドブレーカーでこの人疲労してるから。今のは出はなかったね。はいはい。よし、そろそろ一人やりたいな。いやーちょっと、お、行くこと。おー、ロッキー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 。ちょっと、あそこの罠拾いに行きたかってんけどね。よっしゃ。こういう時に砥石あると便利やな。うっす。ボイルマンだ。来た、やっぱり。だけど、突破は来ないか。ミンの突破が来るかなと思って。この窓前でも仕掛けるか。よっ。なんか声聞こえた？ってなんか、一瞬声聞こえた気したけど、気のせいかな。ロッカーおったか？あ、そうか。ロッカー見りゃよかったな。なんか声聞こえた気したんやな。おるおる。じゃあ飛んで飛ばんわな。いやーちょっとこっち寄ってる前じゃないかな。一発殴ろうでも。あー、うまい。そこ最速飛びで帰れるんや。それはうまいな。でもそこの板はないので、一撃食らうのからの奥行っての、はい、からの、これ間に合う。デッドハードしっかり見てね。よし、もし終わりやな。おっと、まずい。いいか、ラストやし。いやー、ここでも悶絶したいけどね、正直。おっ、2人おる。メグと、メグとシェリルまでいる。ここいたない。はい、ジョー。小屋は行けないから2個置いてあるしね。とりあえずここで一発。こんにちは。よし。この人もボイル姉貴じゃないよな。ボイル姉貴がいたら、ちょっとね、無理に悶絶フック釣ろうとしたら死ぬからな。この人はボイル姉貴じゃないし、悶絶フックもすぐ近くだし、でいけるいける。よいしょ。はい。ちょっと待ってくれ。これ死人のスイッチ、クールタイム待ち&死人スイッチ、死人スイッチ、うん、かかってないな。こっちやってるかな。ここちょっと交代させときたいね。 OKOK、ここが 50%。 あ、向こうだいぶ進んでるな。あーあー、よかったよかったよかった。しびとくん反応してる。よかったー。あそこ、70% ぐらいは行ってそうな感じだったから。しびとくんのおかげで、回りきらないかも。いいぞいいぞ。あー、危なかったー。ここ二人でやっとったな。この辺どうすか。おい。ん？おい。あれ？おい。からの？よし！ボイル姉貴、そこは置いたんすよ。よかったー。今、罠置いてる音してたとは思うけど、気づいてくれ。危な。ボイルオーバーさ、たまにギューンって揺れんねよな。あれが怖いわ。びっくりすんねんな。ここ行った。はい。そっち行っての。とりあえず殴るか。で、いやー、ちょっと戻りたさもあるなー。いっか、ここ。今、窓ならなんとかなるか。よっ。わかんない。で、ほい。よし。この人ボイラー姉貴やんな。まあ、そこ行くか。ちょっと、まずい。
あの救助した2人であそこが回されたら回りそうやから、ちょっとここは悶絶しときたい。うお、もうこれこういうのあんねよな、たまにな、グイーって引っかかるやつ。あ、よかった結構回ってたんやろな。おるやん、今の気づかんかった。うい、飛ぶ、まあ飛ばないかと思った。あ、もしかしてボイル姉貴、ちょっと待って、いや、しかしこっちには興奮がありますので釣るところがありません。マジか、王さんですマジかえ、こんなにフックないんか。まあ距離伸ばしされてるもんな、日本こっち側で使っちゃったから、マジで釣る場所なかった。うーん、探します。あ、沖田くん再チャレンジ全然無理やね全然無理笑えるほど無理です。はい、いやー、やっとる。じゃあもうこの人やろう。でどうしようかな。いや、もうこれはもう這いずり放置すんべ、この人。はいはいはい、これはもう仕方ない。オッケー、そこ一旦あるか、普通に蹴って、うん、どう、飛ぶ、そうやな、うん、ちゃんと見てるな。あ、これボイラー兄貴起こす気かな、ここ置いとくか。ほい、ボイル姉貴の方に向かってるな。とりあえず起こそうとしてるんやろうけども、これはもうボイル姉さんを先に倒して、はい、こうですね。ソウルガードはさすがにないよな。あ、こういう場面でのソウルガードが意外と刺さる説あるなからの一発で、よし、ラストいくぞ。君倒したらもうボイル姉貴が失血死するまでは這いずらせていただく。シェリルさん、これはもう仕方ないことなんだ。はい、ほい、終わり。オッケー、これは100億年待たせていただく。ご飯でも炊いてくるわ。よし、はい、それでは釣らせていただきますということで、ボイルオーバーがね、ボイルオーバーっていうか、ボイルオーバーがね、やっぱ思ったより厄介やね。高所から降りたらもがきゲージが進んじゃうっていうね、あれが結構厄介で、やたらと高いところに行くサバイバーとかもいると思うので、あの効果はちょっと強いかもな。うん、場所によってなんかラクーンの2階とかが地獄になってるらしいので、あの効果は消してほしいよなっていうのと、やっぱもがきスキルチェックで、進むのをなくしてほしいなとはちょっと思う今日この頃ですね。結構興奮が必須パークになってて、キラーのパーク枠が厳しいっていうか、上のサバイバー点数稼ぎすぎやろ